自分でできることは何かなと考えてみたときに、いろいろ頭に思い浮かんだので、それをスピーチにしてみようと思いました。 SDGs は結構できるものがたくさんあったから、それをみんなにしてほしいなと思ってやろうと思いました。国際平和とか、人と関わることが多い総合の授業とか、そういうのをいっぱい受けてチャレンジしました。横浜市では国際平和スピーチコンテストを毎年行っています。校内代表を1人決めて区の予選、市の本選へと進み、選ばれた人は子どもピースメッセンジャーとしてニューヨークの国連本部に行ったり、活動を行うチャンスがあるよというふうに子どもたちには伝えています。子どもたちにニューヨークって伝えた時に、すごい歓声が上がって、うわーこれやりたい、俺行きたいとかっていう声は出ました。日本だと当たり前だと思ってたことが世界だと全然違うっていうことを初めて知って、自分たちにもなんかできるんじゃないかなっていうのを考えて、それでやろうかなって思いました。発表した人まずすごいね、この勇気とやる気と、はい、近くの人に向かってやってください。やりました。障害は苦手と同じっていうので、自分たちと一緒なんじゃないかなっていうのをテーマにしました。異なる宗教、異なる人種、そういうのがある中で、どうやってその考え方、どうやって宗教を認めるか少し理解してもらえるといいと思いました。お母さんとか仕事忙しいのにわざわざ一緒に作ってくれて、とても楽しかったです。藤井力がいつも元気です。認めるだけで人は笑顔になれる。少しの協力や努力でも世界のためになる。男女の壁を薄くする。世界が団結して争いを防ぐ。食品ロスをなくす。外国人への偏見をなくして、みんな平等になる。相手の気持ちを理解する。世界を彩るのは教育だ。